モントリオール理工科大学虐殺事件は、1989年12月6日に、カナダ・ケベック州モントリオールの、モントリオール理工科大学で起きた、フェミサイド並びにヘイトクライムである。犯人はマルク・レピーヌという25歳の男で、半自動小銃と狩猟用ナイフを用いて女性ばかり28人を、銃撃、うち14人を、殺害、14人に怪我を負わせた後、 自殺した。マルク・レピーヌは、大学の教室に入り、男子学生と女子学生に分けた後、フェミニズムに反対していることを告げ、部屋にいた9人の女性を銃撃。その後、レピーヌは、廊下からカフェテリアへ、そして別の教室へ移動しながら女性ばかりを銃撃。14人の女性を殺害、4人の男性と10人の女性に怪我を負わせた。その20分後、 レピーヌは銃によって自殺した。死者数はカナダで発生した銃撃事件の中では2020年にノバスコシア州銃撃事件で更新されるまで過去最大の事件となっていた。レピーヌはフランス系カナダ人の母親とアルジェリア人の父親の間に生まれ子供の頃から父親に肉体的な虐待を受けるとともに徹底した。 女性別詞の思想を植え付けられた。彼のノートには政治的な動機とフェミニズムによって自分の人生が台無しになったことが書かれていた。またノートにはレピーヌがフェミニストだと考え殺したいと願ったと思われるケベックに住む19人の女性の名前が表になっていた。彼は モントリオール理工科大学の受験に失敗し、その理由を追求した結果、男性が占めていた理工科系の世界に女性が進出し始めたから、男が座っていた椅子を新興勢力の女性が、奪ったから自分は落ちたという理屈を導き出した。そして、女は、高等教育を受けるべきではない、よって、行き過ぎた教育を女に施すフェミニストは、 殺害するべきだとして、虐殺事件を起こした。カナダではこの事件に隠された真相、そしてレピーヌの動機について様々な議論が巻き起こった。多くのフェミニストの団体や公的機関は、この事件を、反フェミニストが行った女性に対する、社会的な暴力の代表例だとし、ホワイトリボンキャンペーンが立ち上げられるきっかけともなった。その結果、事件の起こった日は、 女性への暴力を記憶し、それに対して立ち上がる国民記念日とされた。今日に至るまでメディアにおける暴力描写の反乱を非難し続けているコメンテーターもいる。その一方で、レピーヌが子供の頃に受けた虐待を強調したり、事件は孤独な狂人が行ったものだとして、大した社会問題ではないとする人もいる。コメンテーターの中には、 移民共同体におけるメディアによる暴力や貧困、孤立、差別の増加について批判する者も,もいる。この事件によりカナダにおける銃規制はさらに厳しくなり警察官の発砲行為に対する戦術的反応を変え後に同村カレッジ銃乱射事件において犠牲者を減らす努力につながったとされている。ローズ・マリエ・グーレの作品ネフポア・キャトルズ・レインズ モントリオール理工科大学虐殺事件の犠牲者を記憶するために作られたランドスケープアーキテクチャーと彫刻等を組み合わせた遊歩道事件で負傷したり事件を目撃した学生や大学職員は PTSD を含む様々な肉体的、社会的、実存主義的、経済的な苦痛を受けた。生徒の中には自殺を図った者もいた。 遺書は少なくとも二つあり、この事件に関わってしまったことによる苦しみが自殺の理由となっている。事件から9年後、生存者たちは幾くかは和らいだものの、未だに自分たちの体験による影響が残っていることを伝えた。警察は犯人に大量殺人を行うことができるほどの時間を与えてしまったことを厳しく非難された。最初に、 現場に駆けつけた警官たちが、建物の周りに非常線を張ってその前で待機している間、7人の女性が次々に殺された。これを受けた警察は、2006年の同村カレッジ、従来者事件の際に緊急対応機関と連携して、迅速に対処したため、犠牲者を女性一人に抑えることができた。ありがとうございます。